選択肢が2つあった時にどちらかを選ばなくてはいけないような状態、これをダブルバインドと言います。ただ心理学を教える立場なのに自分の娘のことは何一つ理解できてなかったな。私安藤さんのクラスメートでお別れのご挨拶したくて。綺麗だしみんな憧れてるし、うん、誰にもなびかないしずっと一人で君臨してる。誰にも話してないんだけどさ、なんかもう全部疲れた。私のことが嫌いなんだと思う。先に死ねって言われた。どうする？あの子がカノちゃんを追い詰めたんだと思います。あれ、いっぱいいっぱいですか？親子揃ってつまんない。ふざけんな！本当は何があったか聞き出しますよ。木場さんが頭のいい人なのが確かです。気をつけてください。カナのお父さんがカナ死んでから頭おかしくなった。私何もしてないじゃないですか。お前ら二人とも刑務所ぶち込んでやるからな。あなたのことなんて誰も受け入れてないですよ。以上です。俺にも死んでほしいだろう。勝手に死ねば。罪の余白。